おはようございます。僕はヤクザではありませんが俺だってヤクザではない。ギャンブル飯も楽しみに拝見しております。馬もチャリも川崎参戦が多いようなので、ぜひ川崎の親父のオアシス島田屋の食レポをお願いします。競輪場そばです。あ、そこらの〇〇〇、そこらのグルメだ、覚えておけ。コーナーでも構いませんよ。この依頼確かに受け取った。入れなかったぜ。っていうわけで川崎競輪場だ、バカ野郎。コメントくれた人すいませんでした。っていうわけで川崎競輪場の皆さん、水に喧嘩売っても勝てねえってことがよくわかったぜ最近な。というわけで座長の勝手に生命判断予想いくぜ。有馬違う、武藤も違う、こいつじゃない、こいつでもなんでもない、こいつじゃねえな、こいつでもない、こいつでもない、こいつでもない、こいつはもっと違う。安藤、さ、船田、こいつらいいと思うから、この名前だけで6と71000円二者復。じゃあ服取ったぞ、生命判断予想絶好のスタートだぜ。さあいくらだ。おお、1170円、結構じゃないか。新しいキャラクター、生命判断予想座長、ここに爆弾。そんなこんな次のレース7レースも生命判断でいくぜ。武田ダメ、北村いいね、岡田ダメだね、酒井この子だね、あともうない。てなわけで2、4、二者復に行くぜ。レースの前に、そう、ギャンブル飯だ。まずは祝いのビール。そうだ、いきなり当たったからな、幸先がいいぜ。たまんねえな、おい。頼んだのはこの焼き鳥だ。まずはこれ、なんだっけ、忘れちまったけど美味しかったぜ。真ん中にあるのはもちろんレバーだ。そして焼き鳥食べてギュッと辛味噌をつけていただくぜ。お次はレバーだ。このレバーとっても柔らかくて美味しかった。味噌をつけてこのレバー食べればそんなことやめれば、これは精肉だろうな、うん、間違いないと思うよ。でも俺の記憶はもうない。辛味噌にばっかり言ってて七味を振るのを忘れていた。七味で最後に締めだ。まあ最後と言ってもこの後天ぷらが出てくるんだけどね。天ぷらっつったら僕は塩派だ。塩、どうしよう。そんなわけで塩を一振りして、これはイカだ。いかがかしら。レンコン、レンコンからのエビ2本、うん、すんげえうまそう。まあせっかくつゆもあったんだから、せっかくだからエビは2本あるから、そのうち1本をつゆにつけて食べてみよう。塩ばっかり食べてると飽きちゃうから、アクセントとしてとってもいいよね。そう、大根おろしをちょっとのっけて、その上に生姜をちょっと、これでそのまま座長が食べるのがとっても好きなんだよ。はっ、あとは塩だよね。天ぷらっつったら塩なんだ。座長はエビに塩をフリフリして食べる。
塩だとその素材の味そのものが伝わってきて本当に美味しいと思います。でレースが始まってた。4番が1着だった。ちくしょう。しかしこの座長の生命判断要素当たるっちゃ当たると思うからこれからもやっていくよっていうわけで8レース藤原達也じゃねえか。もうこいつに行くしかねえだろ。そして相良だよ藤原と相良だよ。どいつもこいつも腐ってやがるっていうわけで13だよこれ。9ちゃんだこの川崎競馬じゃない川崎競輪場のマスコットキュウちゃんだ。キュートだぜおい。サトシ巻きっちゃえ。サトシ巻きね。サトシって誰だ。誰だサトシって。ちくしょう。1は来たけど3番が来なかった。3番相良あれはサハラか。さてさて絡むは絡むこの生命判断予想9レースだ。まず木村まずないね。中村ないな。小川ないな。川西もない。高橋ないな。松本レイジっぽくていいな。塩、お前でいいや。てわけで、ミシャフク67、松本さんと塩川さんだ。よろしく頼んだぜ。573だ。まあ7が2着。まあこの生命判断予想まあなかなかの絡むっちゃ絡むな。だが外れは外れだ。というわけで10レース。このレースを最後にする。そして鈴木ダメだ。大島もっとダメだね。今度違うな。ヒロ元西武ライオンズヒラオじゃねえか。佐藤はいらないね。あ、阿部お前も元西武ライオンズだろうが。伊藤はいい。あのどっかの競馬のなんか変なね、あのグレーな詐欺っぽいからいいわ。そんな埼玉西武ライオンズファンの座長の生命判断予想はこれ46だ。平尾と阿部だ。さらにこれは最終レースとして馬じゃない3連車券で勝ったぜ。てなわけで最終レースピノを食べる。ピノを二車服は外したけど、馬じゃない。ごめんなさい。三連単車券取ったぞ。さあ、いくらだ。345じゃない、435。3120円。今日はこのぐらいにして、帰ってやるよ。勝ち逃げってやつだ、畜生。
だが生命判断予想ちょっと当たるから今後競輪では生命判断予想だ。